こんばんは。それでは今夜もヘリッシュコートですね、こちらをプレイしていきたいと思います。前回コメントで教えていただきましたが、赤服の男がちょっとリリースされてるようですので、こちらを試していきたいと思います。コメントで教えていただいた方、どうもありがとうございます。で、ただちょっと実はさっきも見てみたんですけど、この方選ぶことができないんですよ。色はなんかついてる、色はついてるっていうか、このカーソルを合わすことはできるんですが、Win Weight Fights in a Row in Survival Mode っていう風に書いてるので、それでなんかアンロックされる、8回勝利するみたいな、そういう意味合いでしょうかね。サバイバルモードっていうのが、チュートリアル、オプション、クレジットか、なんなんだろう、ファイトかな、これか、サバイバルモード。選べないよね。これを選んで、ちょっと、8回、勝てっていうことなんで、頑張ってみましょう。おー、この人にあんまり勝ったことないんだよな。おっと、危ねえ。今、一本取れたかな？お、サバイバルモードは、一回の戦いでいいのか？一回の勝利でいいのか？やばいなぁ。ロシアのおじさん、めちゃくちゃ強いんですよね。おぉ、取れた。強い。って言った後にちょっと勝ってしまったから変な感じ。私は決してそんなにうまくはないと、お、うまくはない方なんですが、ないというか、あまりちょっとどれがどういう風にうまいのかちょっとまだ分かってませんけど、同じ人物と勝負だが、おまた勝てた。4戦目、アグレッシブ、おー、この女性剣士。今度は。サバイバルモードは一戦で勝利を得られるのか。この人もちょっと苦手なんだかな。相手が攻撃した瞬間を狙って、叩いてみよう。そこ。おっと、危ね。追い詰められてたぞ、今。さあ、距離を取る。そこだ。もう一丁。やるね。お互い用心している様子。お？あー、やられたー。ちょっと不用心に飛び込みすぎたか。というわけで今使えるようになったのかな？なっだね。あ、サバイバルモードをやってたか。そこ、お、左手に何を持っているんですか。鞘を持ってる、めっかっこいいな。これサーベル。さあ、どういう動きを見せてくれるのか、行きましょう。赤服の男、いいね。いや、これいいじゃないですか。なんか動きも身軽そうだし、中東系の剣術なのかな。おお、お、ハーフナン、引いての攻撃がこれで、横移動しながらの攻撃がこれ。うわうわ、今首にいったよね。ああ、鞘は、左に腰にぶら下げてるけど、戦いの時だけこうやって、お、なんか動きが機敏。ハーフ弾を、なんかさらに使いやすくしたような感じの動きっすね。連続攻撃はこれか。お、お、あ、あ、あ、お、相打ちになった？助かった？
助かったね今。ハウダン取ったぞ。いやこれ使いやすいな。よしロシアのおじさん勝負だ。やはりこうしっかりと間合いに入って攻撃をする。え、いや本当の試合というか戦いっていうのはこういう感じなんでしょうね。もう一撃で致命傷を負ってしまうと。うわすごいなこのサーベルの隙。いやこの人のこの左手鞘の持ち方がもうかっこいい。今だ。うわうわそしてこの赤服。さあロングソード。以前は負けた相手。うーわー近接攻撃からの顔面へ一撃。さらに参るぞ。引きながら攻撃、縦に攻撃、そして戻って、お食らっちゃった。あー詰められてる。連続攻撃、ほいほい。あわーでは戻って、これで使えるようになったのかな。ということはこの左の方も多分時間経過とともにレイピア持ってるような感じですね。使えるようになるのかな。この方を選んで、前回負けた相手と勝負しましょう。まずはこのレイピア使いアグレッシブ AI。 場所はここにしよう。行くぞ三本勝負。おお。さすがレイピア間合いが広いな。おお。やはりアグレッシブ AI が強い。おう下がるね。いや私同じように動いてるんですけど、やっぱりサバイバルモードはちょっと難易度がもしかすると低いかもしれませんね。では言いましょう。ロングソードの使い手と勝負。しっかり相手の動きを見る。よーし取れた。そして引かずに行ってみよう。よーし。参るぞ。お。今相手とずれてたのかな。当たらなかったな。ロングソードの使い手には勝てたから、ちょっともう一回だけレイピアさんと、この草原で戦いましょう。どういういきさつでここで戦うことになったのかちょっとわからんが、月がえぐいな。相手の攻撃をかわして防御しつつだな。おお、ちゃんとかわしてくる。なんか押されてるぞ、お嬢ちゃん。よし、取れた。初めてじゃないかな、この肩から取れたのは。いきますぜ。引かずに戦いたい。追い込まれた。
行くぞ。機敏だね、動きも。おー、顔洗って出直してきます。はい、というわけで今日はこの方、赤服の男ですね。ラスズロさんっていうのかな、ブラバスズさん、バラバスズさん、なんか似てなくもないですけど、剣の使い方も。この赤服の方を紹介させていただきました。そうですね、またこの一番左端にいる男も解禁、アンロックされたらご報告させていただきたいと思います。では今夜はこの辺で失礼いたします。案内人は青森でした。おやすみなさい。